とっても暑いです。気温30度です。これがルイビル大学のマスコットですね。カーディナルズがマスコットです。ですからゴーカーズと呼ばれるんですけれども、ね、まあ大変今日は暑いのにこの街を歩くことになりました。よろしくお願いします。日本ではあまり馴染みのないケンタッキー州、その最大の都市が人口約63万人のルイビル市になります。ここは昔は教会だったんですけれども、今は、さていきなりクイズです。昔教会だったこの建物は現在何に使われているでしょうか。ビール工場だそうです。すごいですね、教会がビール工場っていうのはね。で、今来ているこのムルという地区ですけれども、新しいルイビルということでニュールイビルの略でヌールと呼ばれるところですね。で、すごいなんか綺麗な可愛らしいお店とかバーとかレストラン、結構おしゃれなもの系が多い地区です。で、若い人がやっぱり多いですね、この地区はね。で、前来た時にもそっち側にあるフライドチキン屋さんとか、こっち側にあるワインバーとか行ったことがあります。久しぶりに戻ってきました。地元の人の紹介でバーベッティでブランチを楽しみたいと思います。ブレックファストプレートを頼みましたが、すごい量でした。これはね、ジェイクのカントリーソーセージというところで作られているそうです。すごいケンタッキーでは有名なところだそうです。全部とっても美味しかったです。ガソリンスタンドの後ろのお店でアメリカで一番美味しいソーセージが売ってあるということで行ってみたいと思います。ガソリンスタンドがこっちで、こちらです。で、このカントリーソーセージっていうんですけれども、普通はなんかこう腸詰めになってこう長細いんですけれども、カントリーソーセージはなんかそのソーセージの中身だけっていう感じですね。ひき肉みたいになっていますので、自分で薄いハンバーグのようにして焼いて食べます。ここはマスキャンディーですかね。1921年から続いているキャンディー屋さんだそうです。ワインとバーボンのテイスティングのバーがありますね。ここです、ここです。昔来たところ、ここですっごい暑い日に来てフライドチキンとビールをいただいたんですね。今日は日曜日は11時から9時までですね。空いてるけど今日は行きませんでした。でもほら、こういう風に外のパティオでも楽しめるっていう感じですね。すごいフライドチキン美味しいところです。チェーン店よりもいいかもしれません。ケンタッキーダービーで有名なチャーチルダウンズや野球のバット工場のルイビルスラッガーは別の動画をご覧ください。その工場から歩くとすぐに金色のダビデ像が見えてきます。そのダビデ像の後ろの建物がホテルが美術館になっている 21C ミュージアムホテルです。こちらがミュージアムホテルでございます。入ってみたいと思います。
当にホテルの中が美術館になってるんですね。ホテルの中のレストランもバーもアートだらけです。ルイビルのダウンタウンにはたくさんの古い商業用の建物が残されています。一方、オールドルイビルの住宅街には古い個人の家が残されています。こんな家に住んでみたいですね。でも狭い部屋に慣れている自分にとっては落ち着かなくてそわそわしてしまうかもしれません。学ぶ旅。ケンタッキーといえば原料のトウモロコシが 51% 以上を占めるウイスキーバーボンが有名です。ここではバーボンについてのツアーやテイスティングを楽しむことができます。何回チャレンジしてもバーボンは自分には強すぎました。このケンタッキーのルイビルで生まれた有名な人といえばボクシングのモハメド・アリという人になりますので、モハメド・アリセンターに行ってみたいと思います。なんか今日火曜日だからひょっとしたら閉まってるかな。なんかちょっと不安になってきました。水曜日から日曜日だけ。あ、閉まってました。だね。モハメダリさん、またね。横を歩いてみたいと思います。1914年から使われている古き良きアメリカを彷彿させる船です。BBC は自分たちのところで作ったいわゆる地ビールを楽しませてくれる場所です。バーボンの樽の中で寝かせて作った黒ビール、最高でした。上の階では食事もできて、スポーツアリーナの KFC ヤムセンターを見ながらルイビルの名物料理ホットブラウンも楽しめました。おすすめのバーレストランです。学ぶ旅。カーネル・サンダースさんなんですけれども、ここケンタッキールイビルで亡くなったということでお墓がありますので来てみました。こちらでございます。美味しいレシピを発明してくださってありがとうございます。世界中の皆さん楽しんでます。正式な名前はハーランド・サンダースさんですが、奥様のクローディアさんと仲良く眠ってらっしゃいます。そしてもう一人、モハメド・アリさんもこの墓地に眠っています。学ぶ旅。なんか家までやってきました。オハイオが綺麗ですね。向こう側にも大きな橋があります。なんていう橋かわかんないですけど、この橋はビッグ4ですね。これは昔の鉄道の橋が1968年に廃止になって、それから歩道と自転車用に変えられたっていうことですね。いいですよね、これね。車なしで行けるっていうのが。すごい迫力です。
これ石炭とか運ぶやつですね。すごい。平日の夕方にこんなにたくさんの人々でにぎわうなんて、とってもリラックスした街なんですね。そんなルイビルの雰囲気が大好きになりました。日が暮れるとビッグフォーブリッジのライトショーが始まります。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで。 See you next time.